バーン FSD99 ボレーの方を打たせてもらいましたが、速いボールが来てもやっぱりこう負けないというか、その剛性の強さがちゃんと出てるのかなと思いますし、まあ、いつも言ってますけどボレー僕あんま好きじゃないんですけど、自分ボレーヤーになったのかなっていうぐらいな感覚がこうちょっと出てるんじゃないかなと、自分で言うのもなんですけど出てたのかなと思います。で、310g で結構重いんですけど、僕が普段使ってるのがあのバーン95なので、頭がちょっと重い分やっぱりこう310でもやっぱり取り回しというかこうボレーのしやすさをすごい感じますので、 310g のラケットを持ってボレーしてるような感覚ではちょっとなかったかな。そうですね、バランスがこちらが31ヤードなので、今お使いのバーンよりも1センチぐらいは下になってますので、はい、なのでボレーは非常にしやすいですね。で、まあ、レッスン中でもちょっとごまかしながらやってるんですけど、バックのハイボレーのところあんまり力が入らないんですけど、これだとあの力が入らなくてもしっかり面作って当てればちゃんといいボールが飛んでくれるので、そういう点ではすごくボレーも打ちやすいんじゃないかなと思います。はい、私の方がバーンの FSD99S ですね。まあ、重さが軽い、まあ、バランスもこっちの方がそうなんです軽いっていうのが、はい、さらに、ね、バランスが 30.5。 そうですね、通常だと軽量になればバランス上に上げて飛びをこう合わせていくんですけど、こちらはどん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 こう飛びをこう抑えていっているっていう作りにはなっている。なので、まあ、すごいこう手のひら感覚というかこう取り回しの良さ、ちょっとこう速いボールが来てもこう遅れるイメージもないですし、ちょっとこうやっぱりどうしても構えて打ってもちょっと外してしまう時ってどうしても出てくると思うんですけど、その時にこう普通だとこうラケットがフレームにちょっとこう近いところに当たるとラケットを押し負ける取れるようなイメージって出るんですけど全然出ず、すごいこう速いボールさえしっかりブロックすればちゃんと入ってくれますよっていう、なんか安定したラケットのイメージが非常に強かったです。年号線っていうのはかなり高いです。それは多分あのストロークだとやっぱり振ってるから意外とわからない部分が、ボレーだとやっぱりスイングの幅が狭いのでやっぱ強いボール来て外すともうポロって手前に落ちてしまったり右左上下に吹けてしまうケース多いんですけど、そういう感じが全然ないですし、すごいボレーしててこう打ってもちゃんとコントロールできるし、合わせてもちゃんとこうそっちに打ちたいよっていうのをこう表現してくれるラケットっていうところだと思うんですね。やはりその面合成が高くて少し飛びを抑えている、まあ、なのでストローク的には非常にあの難しいところもあると思うんですけども、ボレーという部分でいきますと面合成とこの重さという部分というところはあのプラスになるんじゃないかなと思いますので、はい、もう少し厳しい言葉いただけるかなと思ってます、はい、本当ですか、はい、ストロークと同様でコメントかなと思ってたんですけど、はい、ボレーは想像以上に打ちやすかったですね。はい、相当以上に言ったらだいぶ失礼な話になるかもしれませんけど、それからするとね、はい、そうサーブ打ちましたが、フラット系のボールの方がやっぱりいいのかなっていう感覚から入ったんですけど、まあ、フラット系はもちろん、まあ、僕の場合ちょっといつも頭が重いの使ってるのでちょっと抑えが必要かなと思ったんですけど、まあ、しっかりやっぱりもちろんボールも飛んでくれますし、まあ、回転系の方が意外とかかる、意外とかかるってもう普通にかかりますかね、普通のラケットというか、なんていうんだろうな、まあ、難しくないラケットと同じような感覚であの回転がかかるので、もしフラット系かとね、そうですね、回転かからないかなと思ったんですけど、うん、全然かかりますので、まあ、そういった部分でも全然、サーブもその苦じゃないかなと思いますので、うん、僕的にはこのラケットちょっとあのハードスペックかなっていうところから入ったんですが、全体的に今、うん、まあ、ストローク、ボレー、サーブと打ってみて、うん、そんなに言ってるほどそのあれかなっていう感覚ですかね。なので使いやすいと思います全体的に、はい、意外とって言ったらあれですけど、はい、意外とちょっと悔しいです使いづらいって言われたかった、はい、まあ、私の方はバーン FST の 99S の方ですね、サーブに関してはあのーま村松さんが言った部分で言うと、まず回転は思ったよりはかかるっていう感じはあります。まあ、縦のスイングパターンが多いっていうのもありますけど、まあ、こっちは S ラケっていうこともやっぱりあって、はい、まあ、回転系とか、まあ、スライス系の回転はこう抑えやすいし、ちょっとこう落ちてから伸びるようなイメージっていうのも出しやすいと思いますね。でフラットサーブはもちろんこの面の安定性っていう意味では非常にこうブレにくいっていうのはメリットだと思いますが、
バランスが 30.5 ということは相当自分で頑張って振らなければいけないっていう部分は出てくるので、振るっていうことを妥協するとボールが吹けます、しっかり安全に入れるためにはもうしっかり振って抑えていくっていうのがまあ前提に、さっきもおっしゃったあの 振れるっていうことを前提に考えた上であのコントロールしやすい、まあ、村野少し言っていたの言葉を書いれば使いやすい、思ったよりも使いやすい、振れればっていうのが前提条件だと思います。そうですね、なのでくれぐれもあの必ず振っていただくという条件のもとで使っていただけると、うん、それなりの良さがやっぱり出てくる、例えばストロークでの、そのハードパンチャーのようなボールであったり、まあ、ボレーの取り扱いの良さであったり、まあ、サーブのフラット系であったりというところでは振れるという前提でいけばあの必ずメリットになるラケットかなと思いますので、はい、思ったよりはっていうことを連呼していたかもしれないですけど、意外と思ったよりは、私的な話をするともう縦のストリングパターンが細かい点でだいぶ拒絶反応を示してしまい、そんな気持ちが若干あるんですよね。回転がかからない、打球感が硬い、ボール飛ばないで、ラケットのフレーム合成高いですよって私が若干拒絶反応が出ましたが、でも使ってみるとそんなこともなく、この面合成の良さっていうのがかなりメリットに働いているんじゃないかなと思うので、そうですね、もう繰り返し言ってるかもしれないですけど、触れる重さで、触れるスペックのモデルでこのバーンのFST を選んでいただいて、もうガンガン攻撃したいっていう人はもうちょっとあのすごい武器になるんじゃないかなと思いますので、はい、ぜひあのハードヒッターの方々よろしくお願いします。はい、お願いします。